お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もフェルト教室始めていきたいと思います。今回が今年最後の配信になります。今日話す内容は、虹玉塾の募集をしました。サッカー育成プロジェクトね、虹玉塾来年から始動するんだけども、僕のちょっと想像をはるかに上回る希望者が来て、でその中でね、もうちょっと苦しい中でね、選別させてもらって、今回ね、人数を選ばせてもらいま、絞らせてもらいました。で、多くの方がね、ちょっと今回の選考から漏れちゃったんだけれども、もちろん技術的にまだまだちょっと自分でもう少しやった方がいいよっていう人もいるし、もう技術的に足りてるんだけれども、ちょっとね、まだ今回人数の制限もあってっていう人もたくさんいたんで、ただね、そんな中でもちょっとみんなに共通して言えること、合格者も含めてなんだけども、まあその辺のね、ちょっと共通する話をしたいのと、もう一つはね、その虹玉塾の募集のね、動画を作ってたんだけども、その中で説明している、ちょっとね、前半に説明している大事な目標の話とかね、その辺の重要性の話をしているので、今年最後の配信としたいと思います。はい、というところでね、本題に入ります。でね、虹玉塾のその募集かけた時に、まあ、ある程度なんだろう、受講条件を設けました。で、重視して見させてもらってた項目もあります。で、その中でね、やっぱり経験は不問だったんだけれども、やっぱりある程度の技術力が必要なので、作家デビューまで僕が持っていくので、で、まあ選別してさせてもらう、多くの人っていうか、まあ全員だよね、ほとんどほぼ全員に共通する事項がね、ベースの作り方が甘いです。で、多分ね、自分で今しっかり作ってるって思っててもまだ甘いです。もうちょっとね、作り込んであげた方がいい。例えば今これ作ってる最中なんだけども、見える、これ、ね、ちょっとね、マーキングしちゃってるから分かりにくくなってるけども、まあ、今回花もフェルトで作ってるんだけど、要はしっかりとこのベースの段階から毛を入れたらさ、埋もれちゃうの。こういう凹凸なんてね、こういう細かい凹凸は埋もれちゃう。だけどベースの段階でしっかりとここまで作り込むことを僕は推奨する。で、なぜかというと、この段階でこのね、わたわたとか使ってこのベースの段階でしっかり固めれるのに、この段階で植毛したら見えなくなるからって手を抜いちゃうような作り方だと、やっぱね、作品全部が出来上がった時にその部分はっきり反映されないから、やっぱりね、細かくちゃんとこの時点で作ってあげる。この時のしっかりとした形を作るっていうのがすごく大事で、この時に形を作ってるから植毛してね、植毛しちゃうとさ、ほらカットする時にさ、わけわからなくなるじゃない、もともとのその凹凸とかね、せっかくつけたのにさ。だけどここで一度自分で作ってるから、その形をしっかりと認識することができるから、だから毛をカットしながらもここの表現を毛の上からしなきゃいけないな、ここの毛は潰さなきゃいけないな、ここは寝かせなきゃいけないな、ここは立たせなきゃいけないなとか、いろいろそういうものが見えてくるから、そうするとかなり表現力が上がるんで、まずはね、ベースをしっかり作ること。そして見えるかな、あのね、こういうところもしっかり固めてあげることで、やっぱりみんな甘いの。まあ使ってる道具は人それぞれだけど、僕は必ず仕上げ針が入ってるね、極細の仕上げ針が入ってるので、必ず全面きれいにするのね。で、例えばこの差し固めのベースだけの作品で一つの作品ですよってこう言えるぐらいの綺麗さにしてあげるようにすると、あのしっかりと締まっていくし、表面も綺麗な作品になるし、そこをね、やってほしい。毛を入れるからってこうおやっとさせない、こうガタガタにさせない、やっぱりここも表面も綺麗にしてあげる、そんなねつもりで作ると全然仕上がりが変わるので、そんな風にしたらいいんじゃないかなと思います。でね、あんまりにも今回ね、その虹玉塾はそのオーダー作家デビューまで持っていきますよっていうプロジェクトだから、もちろんスタートの段階である程度の技術力があることっていうところで選抜させてもらったけども、でね、その多くの人がやっぱりこれができてない、で、これ作家デビュー云々、作家になりたい云々とか、もっとレベルを上げたいって思うんだったら、その前にまずこれができなきゃダメっていう人がやっぱり多いなって思ったから、ちょっとね、これは約束まだできないんだけども、まあ、年明けどこかで、まあ、早ければ夏か秋頃までにちょっとね、集中的にこれをね、学べる講座を作ろうかなってちょっと思ってます。じゃないと多分ね、どんなに植毛をきれいにしようが何しようが、これができてないと、もうこれが命なんで、ここをしっかり作る講座っていうのをちょっとね、やろうかなって今考えてます。考えてるだけで、まだ
でもやろうと思う。一応ねそんな感じです。はい、じゃあね次ね西多摩塾の説明動画、これでね、流しで、この動画では何を話してる、今自分がこういろいろ現状を変えたいと、もっと上手くなりたいとか、あるいは今のこの生活を打破して何か新しいことを始めたいでも何でもいいんだけども、とにかく今ある自分をどうやって変えていく、何かを目標としてやっていくために何をしていかなきゃいけないか、どういうことを考えなきゃいけないかっていうようなことを話してます。羊毛フェルトだけに限らず人生のあり方っていうか、人生でその目標に向かっていく、今の自分を変えて進んでいくっていう時に何かしらヒントになるんじゃないかなっていう話をしてるんで、参考にしてください。はい、じゃあね早速始めていきたいと思います。まずこの説明なんだけれども、にじたま塾の概要を話す前にちょっとね前半でね、まあ後半にもつながる話なんだけども、ちょっと大事な話をします。これはねみんなが知っといた方がいい話です。にじたま塾を受講するしない別にしてね、これからの羊毛フェルトだけじゃなくて人生においても結構必要なことになるんで話しておきます。僕のところにね今これを見てる皆さんは何かしら現状を変えたいと思って来てると思うんだよね。例えばこう上手くなりたいけどなかなか上達しないとか、あるいはこうリアルに作れるようになりたいけどどうしていいかわからないとかね、作品を販売してんだけども全然売れないとか、オーダーもやってるけどオーダーが入らないんですとかね、まあ、いろんな悩み抱えてると思うんだよね。で大事なのはなぜそれが起きてるかっていうことを正しく理解しておく必要があって、今ある現状ってこれまで自分がやってきたことの結果でしかないわけね。今まで自分がやってきたことの結果今の自分があるわけで、だからこれから先現状を変えたいって思うんだったら今までと同じことをしては絶対変わらないわけ。まあそんなことはね言われなくても分かってると思うんだけど、まあ変えることができないんだよね。だから困ってんだけども、で一番良くないのがね、そんなことは分かってんだけどでも自分では変えることができないって、こうどこかね自分がダメなやつだって思っちゃって自分を責めたりね、自信をなくしちゃったりしてる人が多いわけ。これが本当に良くなくて、そんな風にね自分をね悪く思うことって全然なくて、変われないってね実はね当たり前のことなの。すごく当たり前のこと。変わりたいのに変われないことに実は理由があって、でこの理由とかメカニズムを知っておくことでこれから先ねいろんなことが頑張れたりするようになると思うから、すごいねこうフェルトだけじゃなくてさっきも言ったけど人生に変えるきっかけになるような話になると思うから、ちょっとねよく聞いてほしいんだけども、変わりたくないっていうのはねこれ人間の本能なわけで、基本的に人間は変わらないように作られてるの。どういうことかっていうと、動物みんなそうなんだけども、安心で安全な生活を送るためにそういう生活空間を作るわけね、ゾーンを作るわけで、これは本能だから無意識に作るの。まあ動物の縄張りなんかもそうだよね。でそういうまあ物理的なこと以外にも、例えば人間熱を出したらさ熱を下げよう下げようとするじゃない、つまり正常に戻そう戻そうっていう機能が働くわけじゃない。これが人間の本能であり備わってる機能なわけ。そういうのはその生活リズムだってそうだし、人間関係だってそうだし、時間の使い方食べ物に関してもね、とにかく安心安全なものを選ぶわけ。この日常の安心安全から外れたところに出ると危険と感じ始めるんだよね体が。これは本能だからしょうがない。そうだね、一番わかりやすいというかイメージしやすいには、例えばみんなこういろんな新しい場所に行くことあると思うの。例えば新しい美容室に行ってみるとかね、あるいはその飲食店でもいいんだけども、まあ初めてのところに入るときって緊張するじゃない、なんだかドキドキするし、あれってなぜドキドキするかって言ったら知らない場所に行くから、要はね自分の安心安全ゾーンから外れてるところだからストレス反応を起こしてるわけだから、ドキドキ不安になる。でそのストレスが高ければ高いほど、あもう行きたくないってなっちゃうわけね。変わりたくない、戻らなきゃ、安全装置が働くの。これはもう人間に備わってる機能だからもうしょうがないの。で何が言いたいかっていうと、変わりたいのに変われないってこれ当たり前のことなんだよっていうことを理解してほしいの。本能だから仕方ないの。むしろ変わりたいのに変われないってモヤモヤしてるけど、それって正常なことなわけ。だから何もこう自分を責めたりとか自信をなくしたりする必要ない、正常なの。むしろどん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 こう自分を高めようとしていろいろ進化していく人の方が異常なわけ。とはいえみんなは
今現状を変えたいと思ってるんだから変わらなきゃいけない。でも人間の本能は変わりたくないわけ。ここを覆す必要があるのね。で、意識としては変化するっていうよりも進化するって捉えた方がきっとイメージ持てるんじゃないかな。これ聞いたこともある人もいると思うんだけど、 Will, Can, Must。 Will っていうのはこうなりたい、僕はこうなりたいんだっていう、こう未来の自分ね。で、Can って今自分自身ができること。で、 Must はこうなりたいっていう未来のためにやらなきゃいけないこと。で、これをね、さっきの図に置き換えて考えていくと、ウィルっていうのはこうなりたい。もう目的であり、ゴールそのものなんだよね。で、キャンは今自分ができることだから、今の現状だし、スタートラインだわけ。この、なりたい自分、ゴールに向かうためには、どうしなきゃいけないかっていうと、とにかくね、強くね、思うこと。絶対にこうなってやるんだ。こうならなきゃいけないんだ。僕は絶対これになるんだ。私は絶対これになれるんだ。って、強く思うこと。で、思うだけじゃダメ。具体的にイメージすること。もう、それこそリアルにイメージすること。これなぜリアルにイメージしなきゃいけないかというと、あのね、イメージができないことって、人間は、動きに表せれないから。イメージできるから、体が動く。行動ができる。だから、とにかくゴールをどれだけ明確に、はっきりと見えるものにするか。例えばね、大谷翔平があれだけすごい、メジャーリーガー、世界一だよね。日本人が。すごいと思うよね。でも、彼がそうなったのは、なるべくしてなってるんだよ。知ってる人もいっぱいいると思うけど、彼高校の時からマンダラチャートとかつけてたりして、マンダラチャートって、こうなりたい自分は、こう必要なことはっていろいろ書いてくるやつがあるんだけども、そういったものだってやってたし、今でも徹底してるじゃない。その、やるべきこと。だからもう、なるべくしてなってる。こうなりたい自分が、そこに、明確に見えてるから、そこに向かうわけね。で、それぐらい明確に見えると何が起きるかって言ったら、この安心安全ゾーンが未来に移るわけ。して、今いる場所が気持ち悪くなるわけ。いや、これは本来の自分じゃない。俺はこんなもんじゃないんだ。俺はあそこに行けるんだ。本来あそこにあるべきなんだってなるわけね。ってなると、何が起きるかっていうと、安心安全ゾーンが未来にあるから、人間の本能も今の現状じゃ満足して、これはやばい、ここにいちゃまずいんだ、進化しなきゃってなって、変わりたくないっていう安全装置が今現在に働くんじゃなくて、未来の自分に働くわけ。そっちに戻そうとする。そっちに行こうと強い力が働くわけ。この力を利用して物事を達成していくわけ。もうとにかくゴールを明確に設定することが大事。絶対にこうなってやるんだ。僕はこうなって、こういう生活をするんだ。このためにこれが必要なんだっていうことを強く思うこと。強くイメージすること。っていうことをね、伝えたかったんで、これはね、本当に、うまく使えば人生を変えるものすごいスイッチになると思うから、ぜひね、こんなことを意識してやってもらえれば、物事を変えていけるように、現状打破できるように。現状ね、打破するだけじゃなくて、そこからものすごい伸びていくから。それをやってほしいっていうところです。はい、そんな感じでね、何かを変えようと思ったら、やっぱり大きな力が必要になるから、こういうふうにね、考えれるといいんじゃないかなと思います。はい、それでね、今年の配信はこれで以上になります。でね、来年からいよいよ虹玉塾始動します。で、YouTube の方も引き続きね、いろいろこう技術的な配信もするし、こうやって考え方の配信もするし、そういうのをどんどん積極的にやっていこうと思うので、ぜひね、来年もね、このチャンネルの方ね、見てあげてください。はい、それでは良いお年を。